もらえますんで、しばしお待ちください。さあ、というわけで今始まっておりますノエル対ナオトの試合。さあ、まずは中央の小競り合いから、お互い狙いとしては、やっぱり端がね、基本的には攻め系強いキャラと思いますんで、シンプルな格闘ゲームの展開になるとは思いますが、南くんは確かどっちも使ってましたよね。どっちもかなり使い込んだキャラクターなんで、今回はこの組み合わせがどうかというところはあまり見てないですね。ノエルはあまり使わなくなっちゃって、ナオトばっかり使ってるんですけど、ノエルと対戦する機会がなさすぎて、そうですね、確かにノエルはかなり今、レアリティ高いキャラになってますんで、はい、シグノエルのレベルのプレイヤーは、そうそう関東でもね、多めにかからないと思いますんで、キュンさんがどれだけ、体勢があるか、そうですね、さあ、ご用意しました。ちなみに、カキュンさんは 2P 側での、なんだっけ、そう、エンハークルセイダーか、死ぬ方苦手らしくって、絶対 2P 側出ないと言ったらしいんで、しんの君はぜひね、1P 側を陣取っておけば結構いいのかなという感じはしますが、ともあれ、まず一本先生は柿生直人、あんまりね、試合を追わない感じで喋ってましたけども、ただ、今のところ、お互いにこう若干下っておりますが。お互いと注意が通らないですね。ガードが大事ですね。どっちも。勝利点で返して。トルトール、さあ今度は出ない。出てない。さあワンピーが回れ。小判通して、さあ橋。さあリバーサルを警戒しつつ。さあ注意をさばいていくが、さあ上からワンピー側ですよ、ワンピー側。どっちも出ないじゃないですか。さあ会場笑いが起きているが、本人の表情は真剣そのもの、ちゃんとエクシアクセルを読んでいるが、さあ大きなジャインがつながっていない。いや今の中段も立てるか、バックステップに奥出し5番。さあこの次の奥攻めがおそらく本命どころ、アクティブフローにも入っている状況で、さあ打ったのがファントーペインですね。今の何色だったんですかね。大胆な固めまた使う。さあお互いに知識圏内ですが、おそらく直人がたまるのを待っていると思ったら前に出ていく。さあまずは1試合先制してくるのは柿生直人ですね。さあ笑いありな展開でしたけど、しょっぱなからそうですね。2P 側の成功率は 50%、1P 側ならまずミスらないと言っていたんですが、あ、そうなのね。さあ、ともあれ、追い込まれたのは逆に、まずはシグノエルが後がない状況になりました。でもね、今日はね、割とね、ガチンコというよりはね、なんか、そうですね、和気あいあいですね、本当に。そんな空気の対戦になってますが、本当、中央君のね、体はね、あまり真剣すぎる、あまり茶化せない感じが。そうですね。そうですね。ヘッドセット使ってますからね。さあ、橋へ持つか。ってことは、試合の状況は別に何してもいいんだ。ゲージの話とか、時間とか、多分聞こえてないからね。そうですね。さあ、このラウンドはシンモエがリードを取っている。最低 2A、いいですね。ただきっちりと右端へ運んでいく。バックで対応して頭のジャンプでごまかしていく。いやー今の0度は50ありましたしね。さあここから、さあというわけでここでまずは先生はシューノエルだんだんこうなってくると、やっぱりカキュンナオトはこういうので圧をかけにいくんですよね。昔ながらのそうですね。おめでとうございます。でこういう細かい数字というよりは、本当にプレッシャーとか圧のかけ方で、まあ、飯を食っていく感じのスタイルですかね、カキュンナオト。さあ、青いぞ。さあ、高い、しっかりよ、3450からの。冷静に端からくぐっているが、当たると前転はきっちりケアしていく。さあお互いにバーストもちもちの最終ラウンド。展開早いですね、やっぱり。そうね、まあ、特に下級ナオトの触ってからの固めた崩しはすごいですね。まあ、6ゲームはもう我慢させてよしという感じで、もう最後まで勝ちガードを意識させるような感じでコンコンノックという感じですね。そうですね。さあ配信に弱いのダメですけど、めちゃくちゃ切れてますね。出ねえぞ出ねえぞと、さすがです。おお、一気に返っていく、すごいですね。あー、ロール勝って、おー、今の顔する。おー、すげえ。いやー、さっきからあれですね、5C からの空間に対してちょっと歩いて位置入れ替えてからの下が狙いたいって、これやばいですね。お互いその展開が早いのに、今のは4D4 だったのか。さあダッシュが出てない。さあいろいろ笑わせてくれます。何が見えた。バースト打ってで残り30カウント切ってるけど、さああとは時間を使ってじっくり立ち回っていくシーンをモデルに対しても通って、あ、出た。しかもこれはいやー、取っていったのはカキュンナオト。2-0 で勝利、おめでとうございます。さあ握手を交わして、素晴らしいですね、スポーツマンシップみたいなね。はい。というわけで K さん出ましたね、出ましたね。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ先に呼び出ししていきましょう。次の試合呼び出していきましょう。はい、ではお次の試合が荒くん使いのベルくんとカルレ使いの流星、お願いします。じゃあ K さんどうした今の試合振り返って。はい、出ない。いつも出ないんですけど、はい、やっぱりまあ自分の店から出ないっていうのもなかなかあるんですけど、家庭用っていうのもいろいろあってね、いろいろあっていつも以上に、まあ普段とね違う環境でプレーするとなかなか難しいところありますよね。そうですね。ただまあ相手もかなり手がガードすごくなかった。ガードすごくなかった。いや、まあCの君のガードすごかったですね。いや、私のガードすごくなかった。そっちの方がむしろね、自分でビビってたんですけど。確かに中断通んなかったですね、どっちも。本当に。なんかやばかったですね。俺には一応ヘッドホンでもこの二人の声聞こえたけどね。あ、聞こえてました。聞こえてた。あ、そっかそっか。そこはじゃあ配慮して。ネタバレしないようにしていきましょう。了解です。はい、というわけでお次の試合は。アラクネカルル、ベルアラクネ流星カルルですけど、この2人のプレイヤーをどうでしょうか、まあ、そういう選手か紹介をぜひしていただきたいと思います。まず、ベル選手のアラクネなんですけど、まあ、基本的にその千葉近辺、まあ、ゴーイチャリオットだったり、千葉近辺でプレーしているプレイヤーなんですけど、はいはい、今作、まあ、この今出場しているドラバングと一緒に栃木まで遠征して、はい、金切符を取って今すごいその勢いのあるプレイヤーなんで。はい、そこも注目していきたいのと、まあ、流星君はさすがにもうブレイブルーやってる人であれば言わずもがなというか、まあ、今作というかね、もうブレイブルー、関東、今こいつって言われるぐらいの結果をやっぱり出してるプレイヤーと思うんで、あとまあ注目したいのが、はい、まあ、自分の見てる感じなんですけど、はい、その流星君は結構荒くねに負けてるイメージが結構強くて、そんなことはない。そんなことはない。じゃあまあね、強気な発言も出たところで、はい、見ていきますか。あ、でも荒くね苦手っぽいっていうのはちょっとある。まあでも、あ、苦手なんだ。あ、苦手。あ、やっぱ苦手なんですね。正直だなお前。そこは結構素直ですね。いやでも東進祭やったかな時の荒くねカルルの試合で、ものすごいバースト運用とかで荒くね戦考えてんなーって感じの試合展開すごいしてましたんで、荒くね側にラグエンゲージがゼロの時にはもう意地でもそのまま倒しきれるみたいなところと、もう即触られたら即バーみたいなところでメリハリすごいつけた感じの動きをしてましたしね。それでも苦手っていうあたりにちょっと気になりますよね。そうですね。まあこの組み合わせ自体、その荒くねはあんまり立ち回りがまあ世間的には強いって言われてるキャラじゃないんですけど、まあお互い下がったアドバンテージどっちが取れるのっていうと、やっぱ荒くねの霧が吐き放題っていう点で僕があると思ってるんで、はい、まあその辺で多分。しかもフリー3種ランダムじゃないですか。はい、まあどれが来るかわからないってやっぱ結構嫌だと思うんですよね、対戦する上で。なるほど。さあ両者心の準備ができましたらどうぞ始めていただいてね。いつもやっぱね、アーケードの大会だと時間制限があるんで、みんな投稿をやってね、祈りながら準備をしてね、集中してから始めるんですけど、時間無制限なんで良きところでね始めていただかないと。ボタン位置間違えてる？流星ボタン位置間違えてるって客さんのツッコミがちょっと確認してみて。あ、そっかそっかそっか。あれ、大丈夫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 。あ、オッケーオッケーオッケー。いいのかな？いいのかな？大丈夫かな？はい。じゃあまあ始めていきましょう。はい。ではお願いいたします。お願いします。ではここの試合は、じゃあ柿野さんと南君にお預けしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ私の方が、実況的なものを止めさせていただきますけども、まあ、先ほど、南君の解説にあったように、最初は音楽荒くねは、姉さんの攻撃、まあ、フォークですかね、フォークとかボランティアに引っかからないようにしながら、はい、いい霧を入っていくのをまず多分狙っていくような感じの流れになると思うんで、まずはその辺りに注目していただければと思います。はい、さあ 1P 側どちらも紫カラーですね。 1P 側ベルアラクネ、 2P 側流星カルグです。やはりこの感じ、どの霧が当たりなのかというと、多分このかなり嫌ですよね。ただ、追尾は遅いんで、こんな感じでダッシュアレグレットから一気に姉さんを捕まえていくんですが、硬いですね。独身キャンセル OD はもういきなり、勝負は決まりかねないんですけども、うまくガードしていく。さあここで楽園発動していくが、投げ抜けるがガードは硬い、ガード硬いですね。ただ楽園がここで切れてしまって、いろんなゲージが大変なことになっているのは荒くね、ちょっと苦しい展開ですね。さあボランテでラインを上げていく、うまく挟んでいくが、ボランテこれは 2B 対空から一発楽園来るのか、やり込み楽園発動。さあここで一気に形勢逆転です。今度は流星側が我慢する番、CA からゲネレッカー、ただ離すだけじゃなくてしっかりダメージを取りつつ、しかし見逃さない F0G2 回、これどうなってんの、なんかいろいろ起きてますけど、体力は逆転しましたが、楽園ゲージは空になってしまいました。さすがに杉 C がワープでうまく中央に逃げて立ち回り勝負に戻す。この緊張感ありますね。この姉さんが目の前にいるところ、あなたでも浮かさんことできないんですけど、オーディさあこれは家で無理やり楽園で彼らを固めていく流れ、 CD 無視。さあまだ倒しきれない、まだ分かりません。 6C は高めジャンプからの、下りジャンビーでうまく潰していって1本先取したのは荒くね。どちらもあれですね、非常にガードが硬いですね。全然する。すごいっすよ。これ無理。結構厳しいんですけどね、どちらの組も。そうですね。で、しっかりガーキャン OD で、お互いガーキャン OD でね、の判断が、ただ EA を放すとかじゃなくて、しっかりターン交代をしているのが、姉さんと虫で、しっかりターン交代までしているのが、この2キャラの強みでもあるんですけど、うまく生かしております。お互いのゲージ運用が素晴らしいですね、こういうゲージと。ですね。さあ、タッチ 6B から、ここは 6C は全部タッチしてくるが、さあ、ここ、オディ使っていきます。姉さんがダウンしているところで、チャンスと見たか、崩して、画面上に追い詰める、下段です。さあここは激しくいくが、カーレルしっかりしのいでいく、素晴らしい。おお、最後はダイブを空投げ、ダイブはちょっと漏れたっぽいのか感じしますが、しっかり空投げで返していって11、ちょっと展開が早くなってますね。カーレルは少しラインを意識的に上げてる感じですが、このステアレグレットで一気にラインを上げていって拾っていきます。飛び攻めは当たらないが、ここは当たらない。中段ガードガーキャン OD。 さあワープしながらビームシを振らせて画面端へ。何今ちょっと上り中段ですが、ここで仕切り直し。この組み合わせやばいな、緊張感ありすぎる。ジャニシーカウンターボランテからしっかり確認して拾っていって、カルル先に降りる。さあどちらもアクティブフローになります。ゲージは急速に回復して、だいぶミスったが、今ちょっとこちらからベル君がうめいてるのが見えましたけども大丈夫、ノーリスク。消えていますが、霧が周りについているので場所は丸分かり。バグ捨てでさあ虫がちょっと暴発気味な感じはしなくもないが、もうこれ捕まえられるか。 CA で返す。ところどころミスっぽいのあるんですけど、空投げしたのは荒くれで、落としてしまって、ここ当たらないんですね今の。さあ勝ち確かと思ったんですが、そんなことはなかった。ここは勝負にいって、超接戦ですが拍手拍手これいい試合すぎて、多分皆さんそうだと思うんですけど、もうガン見してるんですよね。そうですね、内容がやばい、これレベルが高い試合なんで。さあそのまま2戦目に行きます。先制しているのはベル・アラクレですが、まさに息を飲む試合展開ですね。さあさっきよりやっぱり徐々にこの距離が詰まってますね、お互い。そうですね、カルルマンがラインを上げて、とにかく早い位置捕まえたい。そうですね、ただそこをアラクレが高めのジャンプで、カルルの状況を見ながらこの後の動きを決めている感じ。うまい。さあダメオディ、生オディかからさあ、ここはガンプラッシュ、ガンピンゲージを使っていいダメージですね。4800。さあ切り開いていく。ここは嫌な切りが出てしまったカルル。 CA で返してボランティア当てていく。さあ受け身許しません。しっかりジャンシーテネレッツァにつないで、こちらも CA だ。ボランテうまい、位置入れたい。さあしっかり受けてね、これは見えませんね。裏からネイサンパンチが当たって一本選手したのは流星カルル。CA で返せる場所と、ガーキャン OD じゃないとしのげない場所を使い分けが、判断が素晴らしい。すごいですね本当に。結構お互いの攻めの圧力がありすぎて、ついしっかり押してしまってカウンター取れるパターンが多いんですけど、2人ともすごい冷静で。そうですね、我慢してちゃんとしっかり、当てているのがすごいですね。さあしかしここはカルルが露骨にラインを上げている。今度は上で様子を見るならといった感じでブリを多めに、使ってますね。これで荒くねを抑制して、しかしこの中段下段は今のところ1回も当たっていない。ガードが硬いが、ガークラからの投げは紫投げ抜けます。おっとここで一発楽印が通る。さあワンチャンス、まさにこの楽印を生かせるか。中段はガード、上り中段っぽいんですがミス。何度かしのぎま、あっちょっと引っかかったが問題ないか。方向が刺さって立ち上げていく。怪しい、荒くれのちょっとミスっぽいのかなみたいなところも逆に意表をつかれて反応できなかったですね。そして楽イン、ここはインバースまでつないでいく。まだ残りますが、さあ 1-1 でファイナルラウンド、ベル・アラクネがリーチという流れですが、ブリオさあ、なんと変な読み合いでしたね。今の豊投げが入ったのは荒金川。彼らはバース入っていきます。ブリオでしっかりワープしている。ギリギリ彼の地上技が届かない高さで中央に逃げていきます。危ない。さあジャンビートール、ここは楽になる。さあこれはちょっと苦しい状況。カルルまだ残りますね。この後の置き攻めか。さあ上りジャンビーからの勝利したのはベルアラクですね。おめでとうございます。いやー、流星がここで落ちましたね。まさかの展開。つまり K さん次アラクですよおめでとうございます。あ、いやですね、もうすでにお次のバリューテイガー先前が入ってきてくれておりますが、会場の皆さんもまだ席も空いていますし、どうぞなんかこうどこに座らなきゃダメとか特にないんですけども、もうぜひね、立ち見してる人もどんどん席座ってもらえたらいいんじゃないかなと個人的には思います。あとですね、今イベント終了後に行う抽選会の、エントリーOKが今、あちらの入り口の受付のところで行っております。イベント終了後、今こうやって振ってる方がのところですね。そこに行けば豪華グッズが当たるかもしれない。そうですので、ぜひこちらに来てる皆さんはね、せっかくなんでぜひそちらでエントリーしていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、では次の試合がバリューテイガー対先前ですが、南君どうでしょう。この2名の試合はどう見ますか。まずあれですね、多分関東のブレイブループレイヤーの中で、一番その継続してブレイブルーをやり続けているんじゃないかってぐらい、そのバレル君はひたすらもうブレイブルー、そうですね、正直、どこに行っても見かけるイメージありますよね。もう本当にその関東に限らず、どこに行っても現れるプレイヤーで、しかも最近、めきめきと実力をつけて、関東で切符取るまでに至ったんで、超やる気プレイヤーと。対する咲君は、もう昔からそのアークゲーを好んで、やり込んでいるプレイヤーで、もうすごい器用なプレイヤーなんで、いろんなキャラクターをどんどん使ってますよね。かなり高い精度で使いこなしてくるんで、今回は新キャラの前をチョイスしている感じですね。さあどんなことしてくれるんでしょうか。では自分と南君で答えを追っていきましょうか。さあまずは端っこに持っていく咲前、ここのセットプレーがどんなもの。さあこの攻めプレーがですね、前は非常にこの注意の出しどころが、分かりやすくはあるんですが、それをブラス技が非常に多く、ある意味核ヒールというようなごまかし方が切り替えが早いんで、慣れてないともうそれほどしていられちゃうから。そうですね。さあ西と大胆に空振っていくが、位置が入れ替わる。さあとなると若干繰り返しに困っているところは、バーストを背景しのいでいく。いや、背空下が見え、今の判断早いですね。さあ今の変化という技、無敵も入っておりまして、1からではないんですけども、こういうところでうまく相手の攻めを外していく感じですね。出てしまえばそうですね。しかも今磁力も相まって前の方にね、ふわっとやったんですけど、本当は後ろに行く技なんですけど、おそらく磁力の関係で楽しい動きを結構この組み合わせはしてくるんじゃないかと思いますね。久松先生はバリューテイガー、かなりしっかり対空が出てますね。そうですね、今度は速いですね。さあ前の D ボタン、この追加の派生で相手の方にコーディングして派生するという性能を持っております。始まりとかでもね、かなり使い手があるんじゃないかなと思う技ですが、しかも最大化でガード不能になるので、テイガーからすると、非常に避けづらい、嫌な技なんで、なるほど、それに対してどうするか注目したいです。さあ奪ってまた端っこですが、ノックしてノックして、もしもしそしてしのいで、さあここはシンプルにジュニアを通していきました。もちろんバーストも使い、ここは抱え落ち、先生バリューテイガー、さあ拍手が巻き起こる。さあ今のところマイク入れてください。マイクね、マイク入れてくださいよ。すごい前の飛び込みですか、下方向に強そうに見えるんですけど、フライ判定もやっぱり伸びてるのか。マイナーの目的の一つで、ジャンプ C が空中でカウンターしたとき拾い直しが結構うまみがあるので、割と早押ししたがる傾向にあるんですよね。なるほど、しっかりしゃがみへ対抗を決めていると、はい、まさにその買い出しジャンプ C がしゃがみカウンターしてますからね。でそれに対して作戦が、合わせるしゃがみですね。なるほどなるほど、あ、じゃあ実況どうぞ。ありがとうございます。さあ、というわけで、さあここはしっかりとジャンプした C に出てから回数を、そして今は上り中なんですよね。なんかキャラゲンっぽい雰囲気も出しつつ、倒しきれなかったが、お互いもつれて展開。リードは前側、マレルケがじっくりじっくりと前に歩いてチャンスを伺っている。大胆な固めパス打った、そう使っていく。いやー、うまい具合にスズランを倒させてから加算へ飛びを取りました。先制は先前。お互いにあれですね、お互いのキャラを理解した上で始まりする感じですね。そうですね、かなり対策もねあるかなと思ったんですけど、いやこれはでもバレルテイガーのこの勉強家というか努力が見る気がしますね。それに対して、いやこれまさに豪快に攻めているのがふさわしい表現ですね。もう投げてみろよと、こすってみろよと言わんばかりの中距離からの攻めて、まあ、と言いつつもじっくり見るとこは見る、そして行くとこは行く、非常にバランスがいい先前。さあ50持ってるテイガーにも大胆にして、さあ勝ち B が空中から踏むの、さっきを見た左端はジャンプして、これですね、さっき言った、はい、ジャンプ C がカウンターしてから、ここはまだ大ダメージとはいかないところですが、さあまだ残ってはいるが、またのしゃがみし、対空が冴える、奪い返していく先前。これで1-1ですね。いやでもあれですね、昔ながらの本当にプレイヤーというか、老快な動きがそうですね、老快といえば聞こえはいいですね。うまぶってる感じです。やめてくださいよ。要はミスってるんですけど、それをうまいことフォローしてる。そう、そこのフォローの速さが一番大事ですね。ミスった後に、あ、しまったではない、もう次の次までもう準備しているところが、やはりこう試合慣れしてるというか、大会慣れしてますね。そうですね。さあここで8番を奪いたいバーストに対してバーストで返す、お互いバースト交換をして画面中央に戻る形、相打ち、ロケ届かず、相打ち、今度はスパークを使ってきっちり取っていく。さあもちろんゲージもあるのでマグネティックホイール。さあこれでバルネガーリーチですね。さあ今のこの WHO のタイプ2面面白いですね。そうですあれですね、そうですね、前がとにかくジャンプ C を縦にして、表裏も揺さぶりつつ、対空ミスも取ってるんですが、それに対してバレルテイガーのしゃがみ A としゃがみ C を使い分けると、やむを得ずガードというところの判断で、お互い画面中央で小競り合いを展開しておりますが、ここ1でね、こういうところをね、通していくんで、さあ、位置が入れ替わり、入れ替わり、もう一度入れ替わる。画面端は、これは難しいぞ、怖い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 。なるほど、スズランをああいう風に逃げ出す人も使っているわけですね。テイラーはもうスパークボルトが溜まってないので、いやー、今の絶妙、アトミックコルダーの手の先っちょにバスト合わせましたよ。だから、テイガー、いろいろ持ってるぞ、いろいろ持ってる、攻めたくないけど、大胆、さあ、スパークも突っかまして、怖い、怖すぎる。使わせることができて、そしていやー今のやるカウンターアサルトを読んでるジャンプに対して我慢我慢してからの遅めのアサルト、いやー素晴らしいがあとで、あこれがね、これが老快なナイスフォロー、ナイスフォロー、老快なだけサクサナイスフォロー。さあ 1-1 最終ラウンドだから、バースト有利はテイが先手が奪われたくないと言い切る前に、さあ今のは結構もろいをしてる感じ。おお今のはさばけない。さあ起きてね、アメタロック上から中段ガード、いやーしゃがみ D に対していいっすね、結果お高そう、は3500では済んだから十分ダメージ。上か上じゃなかった。完全にやりにいってます。そうですねやりにいってる、まさにやりにいってる。さあ2をスレッチにお仕置き。おっと今のバク転に対応したっぽいがファースト熱い展開になってくぞ。見えないゴチュウダウン。さあ通っていたら先前しなべてきましたね。今のってサキさん、今のってテイガーゲンなんですか？あ、全キャラ入る。へえ、そうなんだ。強力な空襲ですね。さあというネタばらしをいただいて、あ、落とし物ご注意ください。さあ勝利したのは先舞でした。おめでとうございます。では先にお次の試合を呼び込みつつ、あ、そっか、南くん出番か。いってらっしゃい。さあというわけでモケモケさんのレリウスと、南くんのイザナミが試合でございます。まあ本当はさっき終わったね、あの試合のプレイヤーとかで、ね、こういうところに読んでいけたらなとは思ってるんですけどね、まあ、まあ、とりあえず今はね、あのサクサクまずは1回戦をバーッと進めてもらってからね、落ち着いてじっくりとやっていこうかなと思っておりますので、はい、では先ほどまでマイクを握っておりました、南くんがイザナミで選手として参加しております。対するモケモケレリウス。さあレリウス対イザナミ、なかなかレアカードですよね、このてかレリウスが。そうですね、見たことないんじゃないかなあ。いや、まあ一応ゴイチャリではどちらも使い手がいるんで。 そうですね、お、なるほど、やったことなかったから八王子まで行って修行してきたと。それはモケモケさんと対戦しに行ったんですか？あ、なるほどなるほど、他のレビュー機会と対戦しに行ってまでキャラ隊を積んできたと言っている南イザナミ。これフラグですよ、完全に死亡フラグ。そうですねかなり真面目なこと言ってますけど、そうですね、どうなんでしょうかね、それがどっちに転ぶか。いやでもレリウス本当にあの全バージョンと比べて非常に、おっと切れたぞ切れたぞキャラ選んだ瞬間に、しかもこれもしかしてプレスして落ちた、プレス4が落ちたっぽいですね。さあ誰か電源コードを抜いちゃったんじゃないのか。信号がありません。いや、終わってなかった。でもゲーム画面は映ってないですよ。そうですね。あ、来た。あ、なるほど。多分どっか分配器の元とかが多分負けちゃったのかな。びっくりした。大丈夫ですか？大丈夫ですね。では気を取り直して。さあ先日ですね、あの新宿スポーツラボの香港で行われました、はい、のアークシステムワークスさん主催のファイティングゲームアワードのまあ1月に行う、はい、あのイベントの予選があったんですが、はい、あの時もあのモケモケさんのレビュー大活躍で、めちゃくちゃ厳しいところ、まあ、1回戦からまあ総じゃなくやったんですけども、もう厳しいところ全抜けして、はい、まあ最終的には組9に敗れてはしまったんですが、はい、ものすごい良かったですマジで。あれだけでやばっ、やばっ、特に対空の処理の仕方が本当に正確で、はい、どのキャラに対しても少し調べてきてるなというところと、冷静なゲーム運びが本当に渋いプレイヤーでしたね。まあ、質実剛健という感じのイメージがぴったりな感じの、まあ、レリウスというキャラだとなんか結構オラオラ営業のイメージが自分はあるんですが、いやバランスがすごいいいプレイヤーだと思いますね。さあどんな動きが出てくるでしょうか。さあお互いまずはじっくり様子を見合って、イザナミは展開はしては戻りを繰り返してますね。さあまずは雫を引っ掛けてからお互いが入って一旦この状況を立て直した形できました。いいですよね、あのまま一気にイザナミに倒されるとそのまま試合終わっちゃう可能性もある。そうですね、ここでうまく時間を使っていきたかったですが、もちろんそこはきっちりと逃さずに一気にラインを上げて走り持っていく展開の日は、ここもですねミスのフォローミスのフォローがうまい、さすがの経験の長さが物語っている。うまく空対空からの中学を仕掛けていく、表裏もしのぐ南なのにガードが硬い。これは八王子に行った成果があったか足捕まっていく。イグニスはこの後の攻めゲート非常に強いんですが、ゲージ管理が難しいですよね。ここでそうですね、どこで回収をするかというところ、回収を狙われて動かれてするところが非常に難しいので、あそこまでこう切り込みを使い切ってからというところ、今の空中回収はかなりいいところで落ちてきましたね。さあここは迷わずゲージを使っていく。さあお互いやっていくの入っておりましたが、勝負どころに入る前にまず先を取っていく南イザナミ。お互いにゲームメイク、先の先まで考えてますね。さあ、引っかかってしまって、今回はバスター持っているが、波先端から挟み込む形、さあ中段前ガード、いやー冷静に駒投げ飛んで、今のパイクすごかったっすね。その辺りの特にここですよね。あ、ここで矛盾立てからの中段、今度はきっちり完走して、いやーこの見た目が、おおストレートレドリード、でもこれ対応している、そうですね、今の感性を乗せてのレドリーで青の特殊な上がり方で、そうですね、それも冷静に対応していく、お互いにキャラ対にキャラ対返しという感じですね。だがこの状況さすがに厳しいウボドレブ、さあ起死回生のシーズンなるか、ありますよ、ありますね、生 OD ですよ。さあバルラント指導、まず何取ってから来ましたよ、ディオバイオス、そして通る、どうすんだ、まだゲージはある、いやー素晴らしい立ち回り、このギリギリのところを覆していきました。 1-1。 さあ最終ラウンド、空対空競り勝っていくのはまずは南、このジャンプ B が強いんですよねこれ。いやーいい距離で落ちていきますね、割り込んでしゃがみし、いやー中下のフェイントにも引っかからなかったが、ここでうまく空中ダッシュの中段先通ってバルトゥース前転側になる、さあ一気に形勢がモケモケ側に傾いていく、ゲージを吐いてダウンの形を奪ってきたかったが、なんと当たらず足に追い込んで、さあ母ちゃん大暴れ、さあここで一旦回収して、粘る粘る、こうした魂の集団、まずはバスを吐かせてじっくりと逆転の絵図を描いていく、さあ遠距離のバイオスだがここは冷静にする、さあ若干レディウス側にも焦りが見えてきているか、冷静に冷静に画面を駆け巡る営み、さあジャンピーから雫につながって、どうするどうする、いやー一瞬待ったけなんか通って、あ傾く南、勝利したのはモケモケレディウス、まずは1試合先制していきました。ちょっといい展開やってたのに、最後は多分 DD のミスですからね、おそらくそうですね。ですがこれは冷静に気を取り直して、そのまますぐに次の試合に臨んでいきます。いやでも本当にこういうね、大会というかイベントですけども、やっぱこういうね一発の緊張感があるところはどうしても起きますよね、こういうところ。こういうところの 2P 側から出ませんし、いやそれは多分メンタル関係ないですよね。まあそうです。でもそういうところでやっぱり普段の練習とかやり込みがボロに出るっていうのはありと思いますし、やっぱ勝負強さとかメンタルとかもね出てきますよね。まあでもはい、ここもやっぱお互い今キャラ対はかなり光ってます。いやそうですね、お互いに次のというところでお互い手を出し合っている感じなので、この2試合選手というルールもあって、手の内を探り合う1試合目で意味もかなり強いと思いますよね。そうですね、まずでもお互いやっぱ基本のガード力ありきというか、対策のガードありきみたいな感じ、ね、さっきの荒くねカルル戦もそうでしたけど、いやそう、これを求めるのは難しいですよね。ディフェンス普段からやっぱりやってるこの動きですよね。こいつらにしかできないディフェンスっていうのはやっぱありますよね。はい、その上で2先の人対策的なところとかね、読み的なところがどうかみ合うかっていうのが見どころだと思います。おそらく普段やらないような大胆な崩しとか、絶対これ普通の人にやったら意味ないよねっていう渋すぎる崩し方も入ってくるんじゃないかと思いますよね。まあ今もですね、立ち A2B とかで中盤戦闘を混ぜつつ、今度は中段から5番の投げ入れ込んで、なるほど、もうギャオされる前提で崩しを仕込んでる感じですね。もう1試合目ではやっぱりお互いその基本の崩しを見せて、ガードとか対応できてるかどうかっていうのは多分ある程度把握してると思うんですよね。でもですね、もう人形ゲージがなくなるところでイグニスを回収したいところで、相手のコマンド投げというところとかも、今回は通りませんでしたが、おお、なんとロイガーが対空になって、さあこれでモケモケリュウスリーチですね。さあうんちく食べてる間に気がつけば試合は終盤にもつれ込んでしまっているのか。このまま終わるとも思えませんが、流れは今のところモケモケレリウス。さあここは回収取ってからの上から上から行くが、先ほど中モデルのミスを降りました。空中ダッシュに対してとっさに前に移動して一気に入れ替えられる。さあ怪しいが天外の日傘ね。これはこれでね、天外の日最大から中断普通に物理的に見えないんで、意外に困りますねこれ。そうね、ただすぐ対応してくる。いやさすがですね、これぞマジレス。おっ今のは中間角になっているのか。ダメージは2000ですが、デオマイオスこれ結構困りますね。さあ中下が荒ぶっているがガードしきれなかった。追い込まれた南田の空中投げ、ここは外していく。おっ相打ち。いやーこれは怖いですね。最後はいつ仕掛けるか。しかもビジネスを起動されっぱなし。もう一度さあ、これは終わったな。いや終わった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 。勝利したのはモケモケレディース、おめでとうございます。おめでとうございます。さあというわけで、じゃあお次の試合を読んでからね、あとで南君のね感想をね、そうですねではすでにね、今度はゆったくんと五郎さんが向かってきます。ゆったじん対五郎誠の試合になりますね。では、南さんいかがでしたかね、今の試合振り返って。八王子とは何だったのか。八王子で学んだことは生かせましたか。いやでもだいぶキャラ大の方針は間違ってたっぽいんで。まあね、やっぱり確かにね、今のところでレリウス多分今までやったことなかったって言ってたとは思えないようなクオリティのガードとキャラでしたよね。とはだからモケモケさんがもう一枚今回上手だったってところでしたね。あとは技さえ出せる。いやでも本当にあるあるですよね。最終ラウンドのここ、あこれ乾燥するのかするって時にね起きますよね、ああいう事件事故は。さあというわけで、ではお次の試合ですが、ゆったじん対五郎誠、この試合どうでしょう南君。これはね、どちらも強豪中の強豪、特に今作、はい、どちらも多分基本壇上にいてる2人だと思うんで。そうですね、相性としても多分どっちもどっちぐらいの組み合わせだと思うので、かなり特に五郎さんの誠はやはりこう差し合いのうまさというところが特に特筆されるプレーですし、陣とかはそういうところはかなり生かしやすいキャラなんじゃないかと思うので、五郎さんの地上戦とかそういうところで光るものがあると思いますし、ゆった陣はねやっぱ結構いろんなキャラを使っておりますが、今回は陣に落ち着きましたが、大会での成績も非常に好成績残しております。さあ今回は、陣誠となりましたが、ここはゴイチャリやはり常連ということで竹内さん実況にしたいと思います。はい、1P 側ゆった陣、2P 側五郎誠の組み合わせです。さあまずは遠距離でコメットキャノンと証券のこの打ち合い、いきなりこのねさっきちょっとお話しありましたが誠の踏み込みが来るんで、最大ダメを、食らってしまうと一気に誠にターンが傾いてしまうので、陣側も慎重です。しかも、距離を詰めていくフェイタルカウンター対応技なんで、カウンターもできないんでですね。それでも力をつけないためには証券を打たなきゃいけないというところがありますが、ここちょっと空中で引っかかってうまく拾っていきました。帯攻めコメントからはなんだ、さあ出上がりなんか見えたがバリアキャンセル。さあここはしっかり凍結をセクサーで延長させてきてダメージ伸ばしていきます。おっと今のは渋いぞ。レベル1の、2D ですかね。さあレフトで押し返しがこの怖いですね、この出し立ち火。ここは、中下段を、する前に CA で返していきました。お互いに返していく。さあ体力、これは確認が早い。さあオーディコンはミスらない。うっと残った、多分安定を取ったんでしょうが。そうですね。さあまだ G ワンチャンある。これは 3C から、いつものコンボ OD 温存で一本先取したのはユッタジン。今のは多分ちょっとゴロマゴと多分さっきレベル 1,2D とかもありましたけど、ちょいちょい操作に戸惑ってる感があるんで、すごい安牌のコンボに多分いった結果残っちゃいましたね。はい、うっとこれはステッカーが届かないが、だからこの投げ抜け後この2キャラ、かなり熱いというか読み合いが発生してますね。いろんな策があると思うんですけど、さあ離山線を込めてますね。中断タズマユッタはやはり千葉でガードを叶えといえばユッタですから、さあトロフィー獲得していくスタイルしょうがないですね。だからそれだけ中段化もすごいみたいなね、プレスフォームを認めてますけど、さあ投げには記念層でここは OD 発動していくがちょっとミスっている。さあお互い致命的なミスが目立つが、強気の非連想ラピして倒しきれない。さあ D で強引に来る、そうですね、生 OD なのに時間あります。 D ボタン D ボタン投げ抜ける。さあ今のはよく抜けたとユッタを褒めるべきでしょうか。ユッタ陣がまずは先制です。やはりプレステ4から褒められるだけはありますねでもやっぱり今日、いわゆる千葉勢で、ベルアラクネとユッタ陣、まあ、共に、要するに立川勢と言われる流星カルル、ゴロマコとその初戦となっているんですけど、2人ともガードの硬さが本当に目立ちますね。さあしかしガード硬いだからこそ通るこれジョルトですね、立ちガード不能攻撃っていう感じなんですかね、ただモーションが、いわゆる中段と似ていることからなかなか反応しづらいという技なんですけども、ダブルセッカーから表ですね。今のは立ち B からテイクダッシュで裏に回るという選択肢も陣はあるんですが、 3C だが 2B ギリギリ届かない。しかし空対空カウンターからしっかり出した立ち B で拾って、さあ 25% 追撃まで決めていくユッタ陣が一本選手。空対空落として早々に OD 使っていく。さあここは EA を使ってジョルトジャンシーから直接いきましたが、そうですね、しっかり反撃入れていく。そして遠距離お互いもう飛び道具合戦はしてませんね。あっと思ったらコメットを放ったところに、さっきからコメットをうまく二段線だったりなんだり潰している。これ多分ダッシュバリガーのミスじゃないかなと思われる 2D がヒット、伸びで返してやはり化けているが普通投げ抜ける。さあ D が漏れているがジャンシー2段目が当たるがバソー、無双はガードが空対空。勝利したのはユッタ陣です。さあ解説の南さんどうですか。非常にガードが硬かったのと、前半のその飛翔拳とあれ何でしたっけ、コメットでしたっけ、コメットキャノン、コメットキャノンの応酬してるところでその多分まあ分が悪いと判断したのか、早めにその 3C 等で差し込んで状況をまあ取れた。まあ言ったことが上手になったのかな。そうですね。なるほど。さてお次の試合こちらがフミナイン対天地大。この2人さっきストーリーのフリープレー台で前哨戦を行ってたけど、フミさん前哨戦どうだったんですか、勝ち負けは。3-5ぐらい。ということは若干天地大が勝ち越したという結果ですが、まあつまり一方的な展開にはなってなかったですね。以前の先ほどの FGU の予選では結構いざ酔いに、まあ、苦手というようなことをおっしゃったふみさんですが、結果的には3-5というところで、まあ、しかもその腹の探り合い、わざわざねこの1回戦で当たる相手とねストーリアをねフリープレー台で呼び合いをしたわけですから、どんな仕込みをお互いにしているのかというところも注目じゃないですかね。1時間ぐらいやってましたね。いやすごいですね、ずーっとやってましたよね、この2人。さあ、その天神座よりは、はい、今日唯一関東圏以外からの、そうですね、確か滋賀からお越しいただけるはずですね。すごい。あ、特にあれですよね、今どんなイベントごとでもこういうところに来てくれるプレイヤーというので、すごい個人的にも関東最近お聞きするなというところで、まあ、ぜひとも知っていただきたいプレイヤーの一人かなと思いますね。天神座よりはさらに家業の宣伝までできれば言うことないというところでしょうけども、そこはちょっとね、今回雨なんかし僕はわからないのでまあ割と有名な感じなんでいいのかもしれないですけど、はい、まあ、ぜひ試合に勝っていただいてね、ベスト4とかあたりでね、そういうところを宣伝していただければと思います。じゃあ石田さん実況。はい、かしこまりました。さあ、あと言い終わる頃にはクンツァイとか空中ダッシュに引っかかって先制しているのがまたフミナイン。さあ、この組み合わせ、非常に今石田が早く動き続ける感じになってますね。さあ、ナイン側は相手に何か技を当てないと魔法は作れない。ここをイザヨイが細かく動いていく展開だと思いきや、どっしりと通常で構えて球をコツコツ構えていったんですね。いやー、すごいところで3周ありましたね。試合展開的には、はい、どっちも技をガードがヒットさせないと動かないっていう意味では、そうですね、確かに動きづらいのかなと、ダウンさせて球を貯めたい、楽しく貯めたいイザヨイ側と魔法を作りたいナインなんですが、お互いにやはり主体的には空中を立ち回るナインに対してイザヨイが地か空どちらで迎え撃つかという感じになってますが、さあ結果的にここはオリーからポパンを通したイザヨイはゼロ式ゲージをもりもり貯めて、さあどっちだ今のは裏になってましたけど、たまった瞬間にバースト、さあフミヤにはこのまま決めてしまいたい。そしていろいろあるぞ、この状況。さあウーバルファイトから小さにもう一度、さあここは冷静にミラには捨て捨てちゃんと対応している。いや今は素晴らしいですね、完全に D ミラを狙ってボタンを押していました、ね、しっかり押せましたね。まずはフミナインが先制。さあ非常にいい試合を見せていただきましたが、なんか早かったですね、1試合。そうですね、なんかどんな試合になるんだろうって言ってるうちに1戦目が終わってしまった感じでしたね。もうちょいお互いため合わなきゃいけないから、そうですね、いやもう振れた瞬間からの始まるめちゃくちゃ早いゲームメイクが、さあここはやはり初手が大事ですね。初手がここで切り替えてオーバードライブをエントリー使って時間経過でゼロ式ゲージをためる方向につないでいきましたが、さあ結果的にバーストなしからターンを取られました。サーフェアイトを置いて端へ持っていく、うわうまく引っ掛けて、さあ若干もつれて前受け身から端入れ替える。さあこうなるとイザヨイのターンかと思ったが、冷静にステップを駆使して立ち回り、さあ慎重に慎重に、いやお互い空中で入れ替えすぎて表か裏かどっちか分かんないですね。さあそれでもあってか、おそらく空中技はお互いに比較的押しどころをだいぶ絞っている感じがしますね。まあ、ナイン側の方が若干トライ判定がないんで、そうですね、それダジャレですか、それ、はい、さあというわけで今リードを取っているのはフミナイン、非常に手堅い動きでリードを広げていく。さあなかなか捕まえられないイザヨイ側、ゲインアウトからここはこのままゲインアウトモードは維持して押し切ってしまった。いやーフラックスマーチャーが読んでいる。おっここは空中投げ地面に押さえてもう一度、さあおおステステを切っていかストレアダブルトライダーで決めていく、素晴らしい。4773先生天地だよ。今の多分ステステを読んで押してたんでしょうね。そうですね、あとテイチさんがオーバードライズを作って、アストレアを打つのはかなり、好きみたいな感じで、じゃああれを主軸にした動き、確かにさっきあれですね、ラピッドキャンセルを使った一発ネタが崩したかもありまして、はい、やはりいろんなネタを仕込んできているんでしょう。さあ今のはダブルアップを狙うところで一拍立ちを挟んでからの恐れくんさいと、これも相手が分かっているならではの補正切りですよね。はい、さあパーフェクトで奪い返していくフミナイン、お互いバーストは持ったまま最終ラウンド。お互い触ると一瞬ですね。本当に一瞬ですね。触っちゃいさえすればお互いの攻めの激しさが伺える展開ですが、先ほどはこの後捕まってしまいバーストなしからの苦しい展開になりましたが、今回はターンを奪ったのは天地だよい。さあオーバージャンプ AA から空中ナイスキャッチ。そしてまだまだもう1回3点奪って、さあ熱波を軽く高めてからの端に届いて、さあどうする、戻さない、このままいく、大谷発動、おお投げているのは踏みない。さあターヘアイトからどっちだナイスガード、いやー冷静にガードしてアサルトしのいでいく。さあここでもう一度ために行きたい感じかと思いますが、体力はあと少し、押し切るかためるか、お互いにこれはガードゲージを相手使わない。ここで来ました、空中クリストレーダーから集団崩しバースト打つ、クラクスナーチャー気がつけば結構体力、これトランザム来ました。さあ安定を挟んで一回状況を見るところ、さあそれを見てフビナインは安全に下がっていきました。だいぶこれで体力落ちて、お互い体力赤いですよ。投げは抜ける、試合も終盤へ。さあどちらがうわー、これはお見事フビナイン、勝利したのはフミナイン、おめでとうございます。いやー今のはすごかったですね。もう完全に崩し方がお互いに前哨戦を踏まえての展開という感じで、今回も読み合いが1周2周、そうですね、まさに1周2周、はい、しまくった後のという感じの試合でしたね。まあ、前哨戦では天地さんが勝ち越したようなんですが、この勝負はフミナインが 2-0 で制していきました。じゃああれですね、宣伝したかった、そうですね、残念。まあ最近よく宣伝してる機会あるんで、みんな知ってると思うので、そうですね、まあ個人的には宣伝してる人をぜひ応援したいので、私も、ね、残念でした。さあというわけでお次の試合は浅田風間対鉄尾レイチェルということで、これは普段よく秋葉原で対戦をしているカオとは思いますね。さあどうでしょう南さん、この試合。これはもう本当にしょっちゅうガチっていうレベルの組み合わせだと思うんで。これはもう本当にもう読み合いにしても多分何周回ってるのかわからないような、そうですね。普段の勝敗はどうなんでしょうかね。どうなん苦笑いして苦笑いこんな感じでしたね。今回の狭間はやっぱりちょっと切り返しがねかなり厳しい状態で、レイチェルに触られたときにどうしのぐんだろうっていうのはちょっとあるんですけど、そうですね。さあですがやはり、まあ、西谷選手とはいえやっぱり普段と違う環境での、まあ、使用というのもありまして、ちょっとね一ひねり加えるだけでもしかしたら鉄道も崩れるかもしれませんね。ではこの試合はどうぞ柿生さんと南君に追っていただきましょう。お願いします。お願いします。また汚れちゃうじゃないですか。さあ普段の勝率は 1P 側、鉄尾レイチェルに分があるということですが、 2P 側浅羽狭間なんとか覆しているのが大丈夫ですが、さああーという声が会場から聞こえる。J から中段で補正が切れているか。さあ OD で何度か切り返したかったんですけど、冷たいコンボ長いね、ちょうどね OD の時間を、潰すのにレイチェルのコンボはかなり適しております。そしてバーデンリリーで一本選手したのはレイチェル。やはりオーバードライブで切り返せなかった時はかなり厳しい状況になりますね。そうですね。ただまあバーストを打ってしまって、回収的な意味で、はい、次のラウンドたまらない前にこんな感じでやられてしまう可能性もあるんで、まあ、OD ガーデン OD がファーストアップとしても3スタートでその後コンボ食らえば大体6、7ぐらいまでは回復するんで、なんとか次のラウンドに望みを、まあ、すごいネガティブな感じですけど後ろ向きなあれですけど、まだマシという感じですけど、マシなのかこれ本当に。しゃがみシータイクだが、さあどっから何引っ掛けてもこの的確なコンボ判断。そうですね、ギルティにミスター最適解っていうのはいますけど、ブレイブルー界ではまさに鉄尾レイチェルがという印象ですね。まず1勝したのは鉄尾のレイチェル。今、2ラウンド目は、浅田さんはちょっとバーストゲージを使わないままやられてしまいましたが、バーストゲージを走ってるだけで1試合終わったんですね。これ C 発生してもレイチェルの 6A は後ろにも判定あります。どうするのと、あもうオディするしかないといった感じですが、空対空ジャンシー逃がしませんよと。あ、これは端の攻め系統じゃないですか、ミスじゃなくて、どうなんだろう、老快な攻め系統老快な攻め系ですかね。これ 8D からガードしてね、一時何か 8B とかで D 発生来たら倒すよみたいな技をレイチェルしっかりしています。おっと中ヤシが1本先取したのはレイチェル。ちょっとこれは苦しい展開がずっと続いている狭間、なんとかブレイクスルーを狙いたいが、開幕 3C だ。 3C 指導は結構いいダメージですね。3000弱から上り中だ、伝統の苦しが入りまして、さあバーストになってしまったが、まあしょうがないここはさあアイリスはカウンターして今浅田は肌が思わず苦笑い。これはまさかやばいぞこれは。さあこれ謎のコウモリのダメージが加速していって勝利したのは鉄尾レイチェル。はい、おめでとうございます。冷たい感じはいというわけで、1回戦お次が1回戦最後の試合となりますね。さあ、読んでいきましょう。では、番月会のドラさんとセリカス会のロニッタさんお願いします。そういえばちょっと話変わるんですけども、はい、しれっとお茶いただいてますけども、まあ、ストーリアさんでこれ入った時にワンドリンク多分もらってるんですよね。でここって今この会場はアルコールとかはありなんですかね。ダメ、今アルコールなし。あ、なるほどなるほど、そうなんですね。いやアルコールあり、今後ろからありってきましたよ。ありですって神の声が。というわけでね、今あそうなのね。まあそこはねぜひぜひねやっぱこういう試合ね、やっぱ酒飲みながらやるっていうのがね、まあ、ゲーセンじゃできないことはね、これはこういうストーリアさんという会場ならではをね楽しみ方、やっぱ野球観戦気分でウェーミスってるぞみたいな感じでやじ飛ばすのもねいいかもしれませんね。さあというわけでお次の試合バングセリカですが、どうでしょう、バングもセリカも両方とも使ってるキャラですよね、はい、両者ともに。バング使った南君とセリカ使ったハキウンさん、どうでしょうこの試合は今どうなんでしょうか。ですね、はい、今作バング使いが本当いなくて、まあ少なくなりましたね。セリカで対戦経験は私はないです。ないので、キャラ対応はわからないんですけど、キャラパー的にはセリカがいけてるような気がするんですけどね。ただガードポイントの絡みでいくらでもこうぐちゃっといった感じになるんで、それがどうなるか。なるほど。まあ南君も展開読めない感じの顔ですかね。そうですね。からそのドラバング自体はキャラ対策をメモ帳に記して戦っているので、それに何かしら準備はしてきてるんだ。なるほど。さあそんな感じのバングセリカですね。では試合を追っていきましょうか。さあ早速先手を奪っているのはセリカス界のロニッタ。さあ出ましたよ、ボタンは効かない。はいはい、待ってはい、じゃあボタンセッティングはい、まあ今ブレイクバースト連打してた状態だと思う。はい、まあ、まずは確認しましょう不具合を。はい、これは僕らがやった方がいいですか。そうですね、ひとまず何が引かなかったかあったかな。どこだ、あもしかしたらボタン配置間違えた可能性もありますかね。一緒なんだっけ、便利ボタンっていうの同乗子ボタン系とかがあったりとかするからちょっとあれですけどね。まあそうですね、特にまあ家庭用とかだとその辺ももしかしたらあるのかもしれませんが、はい、まあ、あまり家庭用の大会とかで、まあ、こういう、まあ、やっぱスタートボートなんで基本ご法度なんですよね。まあ、今回はちょっと不具合トラブルが確認されたらという感じでしょうか。まあ、レギュレーションに関してはちょっとね、こういうところの対応に関しては、主催のボタンマッシャーさんの方に委ねたいと思いますが、そっか、ゲーセンじゃないからないんだ、インプロテストが。あ、そっか、調べられないんですね。まあ、ボタン配置自体がまず合っているかどうかっていうの。なんだとー間違えたはい、ドラさんがボタン設定は間違えたらしいんですが、これは再試合ゼロがいいですか。わかりました。いやー、出ましたね、これは。多分あれですよね、左並びか右並びかで多分ボタンがほら8個並んでるじゃないですか。ああ、それは間違えたんですかね。それで一番左の列にボタンを寄せるか、右の列に一番右のボタンを合わせるかで多分違うと思うんですよね。なるほど。さあ、というわけで気を取り直してやっていただきますか。今度は大丈夫よく確認してねそうだよね、そうだよね、確認大事、確認大事。さあ、というわけでお願いいたします。まあ、ちなみにですね、今これが1回戦最後の試合となりますが、今現在勝ち残っているのがタキュンナオとベルアラクで、サキマイ、モケモケレリウス、ユッタジン、フミナイン、鉄王レイテルとなっていますね。まあ、そして最後の、1枠を争うドラワン対ミッドセイカーの試合、さあ果たして今というところで画面を見たところでドリッタ・シェリカが先制を取って、さあバングのオーバードライブをやり過ごしている。さあ、あれはよく見るやつは受け身狩りっぽい連携なんですかね。なるほど。受け身を取らないとそのままコンボ継続されて、取ってしまうと 5B がぴったりキルキルキルに重なる。ああ、なるほど。あれバリアを張っていないと、あ、またトロフィー、トロフィーを諦めたらそこで対戦終了ですよさあ、しかも彼に非常に合っている、まあ、そうですね、この状況。あ、でも諦めてなかったけど一本先生はロイッタリカ、今の区内の内側にしゃがみ絵で潜り込むのやばかったっすね。今バング戦のやり込みを感じましたね。いや、今むしろそれをプレステ4の煽りに自分はちょっと完全に持ってかれたからですね。あの状況であのトロフィーひどいですねさあ、もちろん諦めていないドラバング、画面端のさあ設置釘を置いたところはまだ残っている。さあ、このですね、地上の設置を生かした連携、これ非常に強いですね。そうですね、今作からできる非常に強い連携なので、まあ、スライディングとか中段とかから前移動を入れて、コンボであったり連携をそのまま続けられるという。今回は3回まででしたっけ、発生できるのは。接触してしまうと消えてしまう。まあ、使用制限があるものの、こういった端のね、セットプレーとしては非常に強力だと思いますね。さあ、そういうところを中段割り込んで、またターンを取っているのはロニタ・セリカ。さあ、この連携から、さあ、なるほど、そうですね、ここで受け身をしないとこのようにボテが切れてしまうので、なるほど、下のダメージ結構痛いですね。さあ、前 D は中段が耐えられない。先生はロニタ・セリカ。あれですね、はい、まあ、バング使ってる側としては、はい、まずその釘のさばき方一つで、まあ、どれぐらいその人がキャラ対策できてるかわかるんですけど、なるほど、さっきの見る限り非常に高いレベルでキャラができてるんじゃないかな。 A 釘を無駄に当たらず、はい、内側に入るか、まあ、上に飛ぶかみたいなところ判断とかなかったですね。ああ、なると確かにターンを取りやすいバングの中では行動の釘が機能しづらくなるかもしれないとなると、またどういったアプローチで触りに行くかということで3本のギリギリを使っていきましたが、これも冷静に航空でガボしてしのぎましたね。まあ、こうなるとそうですね、まあ、釘の本数もだいぶ少なくなってくるとバング側も差し回り制限になってきますからね。そうなってからがある意味バング機械の進化が問われる瞬間。まあ、やっぱりその雨の雨って強いのは当たり前なんで、ない時にいかにどうするか。さあ、空中で前後に激しく動き、うまく空中ラッシュを8に合わせていきました。どうする普段。さあ、これがおお、バースト避けているが、これはいやなかった。大噴火は、さあ、おそらく暗転返しが早すぎたか。そうですね、さあここはどうな、倒しきれるのか。いや傘を投げる、冷静にカウンターされると、いやーとっさのクギード、ここはさすがのバングやり込みを感じる必死のバング使い。さあこれドライポー先生、さあ今のは狙ったのか、それともともあれこの航空の首をどう使っていくのか。後ろに通して首は教えなくて、いや前をギリギリ我慢してから冷静に割り込み、さあようやく首を地上でいい形で矢を作られましたが、さあセリカはこの状況は1位では非常にやりやすくいい状況を作れました。おっと投げを重ねていくバング、これは非常に悩みますね。さあ取りましたねマイリー、お互いにこの切り返して位置を入れ替えることを繰り返しているので、だいぶ右端の攻防が続きましたが、ここでバースト入って画面中央ですが、どうだどうだどうだ、中段通ってここはきっちりと安全にゲージを入ってからの大噴火で奪い返していく、これで 1-1。 あれですね、はい、大噴火っていうさっきの突進技を読んでカウンターしてたんですけど、その発生が遅い代わりに無敵が非常に長くて、結構距離で出されるとやっぱ悩んじゃうところで、そうですね、まあ、その辺りも特に細かいところで、あそこでやっぱリターンを取りたいポイントでしたからね。はい、さあ8ダウン奪いたいバーストからさあマークを回収しつつ同じ流れでさあ刻んでおりましたが、ここはセイクアッパー割り込み、さあしゃがみし空振る、うまく空中ダッシュを合わせてそう当たらないが、どうなる、ここからの奥にたく刻んで長い下段、いやー中段からネタも仕込みつつキャスクブルーで締めていく。セリカのかおり君前 A でしたっけ、はい、あれは2段目は下段です、下段だからこそのラブティカフェからジャンプコース、なるほどというのを入れ込む。いやー、今のは食らいますね、そう考えたら無理ですね、ガード高い人を倒すマン連携、なるほど、あそこの初手が通ってからもきっちりコンボになりますと、ね、入れ込みなんですけど、当たってもコンボに、初段が当たってもコンボになるんで、なるほど、今の状況だとまさにベストを選択だったんですね。しかもそのブレイクバーストがたまるギリギリの状態でディストーションでフィニッシュしたんで、それの判断も素晴らしい判断でしたね。さあそんなマヒットセリカが2ラウンド目のリードを伸ばしていく。さあ空中を走りながらチャンスを伺っているバング。さあ今の空中の絵なかなかいいですね、相手のディフェンスをよく見ている。今日のキーワードですか。通って、いやー、しっかりと確認して空中コンボにつないでいきました。どうだ、そろそろバング側も立ち回りで押すボタンを選んでいかなくてはいけなくなった。社会 B から前 B、 ここはきっちりカウンター確認してラフキャンコンボ、これで 1-1。 さあこの最終ラウンド取った方が勝ちです。玉打ちから始まる遠距離の探り合い、いつどちらが先に仕掛けていくか。さあじわじわとラインを押して引いてを繰り返している。さあこの状態を動かすためにドラがまず接触機、さあ鎮座する即の文字、それは沖田さんはさあここで生きたか、いやーどうある、釘に乗って使い切るフェイタルカウンター確認して限定コンボへ。だがしかしそうそうな空中盤が空振り、カウンターされると、カウンターされると、お互い使い切る。さあ端へ持ってく、中段、これはなかなかいいダメージ。アクティブフローも相まって、さあ投げてどうなんだ。これはおそらくオーバータイムから、これは文句なしか。オーバードライブランキャッツルーテで勝利してきましたロイン・サリカ。2回戦進出おめでとうございます。いやー、今の試合いかがでしたか両者。いや、非常にバンドに慣れてますね。そうですね、細かい対策も見えましたし、基本的に大きい攻めはもうガードポイント最大警戒して、A ボタン以外ほとんど使ってないみたいな感じだったんで、じゃあ K さん試合なので、あ、私そうですよ。2回戦もう進みますよね。いや、だからそうじゃなくてやるの、この荒くね戦と。いや、そうやる。ほら、行きましょう、行きましょう。やる必要やめて、そういうの。はい、というわけで、続きまして2回戦に進んでいきます。では、カキュンナウト対ベルアラキュンというわけで、またね、千葉のゴイチャリオットのそうですね、完全なもう身内戦になるんですかね。店長対常連さんという、なかなかいろんな複雑な関係が明確にしますね。さあ、どうでしょう、ちなみにベル君自信のほどは。あ、ない、ああ、ないっすと、ないっすと、はい、いろんな万感こもったコメントいただきました。でも分かんないですよ、意外と蓋を開けたらどうなるか。南君いろんなキャラ使うけど、ナオトも荒くねも、荒くねの前のバージョンかなと。まあまあ使えますよ。そうなんだ。このカードはどうですかね。楽園が発動してしまうと、Dインフェルノクルセイダーの叩き落としを当ててもビームシが確定してしまう、受け身から虫が確定しちゃう状況があるという、なかなかナオト側のコンボチョイスが難しい方ですね。そうですね。なるほど。で、その対空とリーチ、そんなに恵まれてるキャラじゃないんで、やっぱり捕まえられないんですよね、とにかく。なるほど。状況にいらなくて、その捕まえづらい状況を、ナオトのフットワークの速さとインフルのクルセイダーでどう工夫していくかというところと、もあとはいろんな圧力をね、プレッシャーをかけて、老快な圧力をかけて、どうこの荒くねを工夫していくかというところが見どころですかね。さて、では試合は南君に追っていただきましょう。あ、はい、では見ていきましょう。さあ、これは僕らは右も左も上も下もない。あんた強そうだな。勝つのは俺だけど。さあ、見ていきましょう。開幕から攻めていくのはカキュンナウト。さあ、ベルアラキュンが後ろに下がりつつ対空をずらして、ただお互い自信がないと言ってるものの、よくお互いのキャラを理解しつつっているんですが、早々にブレイクバーストを使わせて、さあ、これはミスらなければ一発楽にですが落としてしまって、こうなってしまうとナオトが非常に厳しい。さあ、しっかり中盤も全部ガードしてなんですが、これはさあ、うまい。今のは何かが漏れてしまったんですね。おそらく回してクルセイダーを出せなかったというところでしょうか。さあ、2ラウンド目、気がつけばベルアラクの1本選手してましたが、いやー、非常にこの空中制御から触りにくくなって、ナオト難しそうですね。そうですね、技を置いてるんですけど、そこら辺がやっぱ相手にバレてしまっているので、やはりそういったところも冷静にいい状況から触り続けるベルアラクね、さすがですね。さあ、そしてワンチャンス取れるか。ためてためて、老快な最大ため、老快ですね。そして50あってもラピキャンしない。回して回して何か起こす。いやー、こういうところでメンタルプレッシャーをかけていく。壁ジャンプ取った。さあ、悲鳴が上がるが、まだある。バスト打つしかない。ナイスタッチ、クーナギからファントムペイン、さあどうする、今スマッシュだ、さあここはオーバードライブは打ち出せない、ゲージ 100% プラス、そうですね、オーバードライブがある荒手に対して、いやでもだからこそ投げを通す、いやーやばい、バックステップ完全に読んで走り込んでいきましたね。うっ、ここはベラクにたまらず楽園技じゃなかったか、オーバードライブを吐いて次をしのいだ、これは流れがだんだん変わってきているのでは、さあこれ8人1点、さあベルワークね、大丈夫か、プレスが効いているのか、コンボも落としていく、そうですね、さあ絶対できない、楽園スタートですが、この楽園をしのげればまだある、まだある、まだあるよいやですがこの体力であればまだ、そうですね、さあここは全開でいかない、うわー、なんだなんだなんだ、でも冷静に立つ中段我慢している、打って、うわ最後は 6B 勝利して、まず1本一勝していくのはベルアナクで、The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. 開幕からスラッシュガイドが圧力をかけていく。しっかり決定打をして、ヒールを出して状況を取っていくのはなんとか画面端。6C で有利フレームを取りながら次を継続して。入れっぱにゴリが刺さって、さあ、押されている状況、いやでもあれですね、本当にその、正と銅というわけじゃないですけど、使い分けが本当にうまいですね、押し引きの妙技とか、そして、さっきの試合は惜しくも敗れはしましたが、この展開としてはね、ワンチャンある感を常に見ますという感じが、悪くない、負けにしたにしても、次につながるんじゃないかな。そうですね、さあクレームは受け付けておりません、走れ印割れて落としてしまったが、いやーここをしのぎ、おっとなんだなんだカウントしている、おそらく見てから何か打ちたかった、さあバーストはオンゾーン、先制下級のアウト、強気に強気のためログ D、 そうですね、だからここは冷静に冷静に出ましたよさっきミスってたじゃんさあそして表裏を揺さぶる、いやでもかなり余裕ありますねそうですね、いやまあいつもそういうところでやはりメンタルの太さがやっぱり違いますね、カキュンさんは。さあ投げを空振っていくが、お互いにまだまだ端を追い込んでいるこの状況、おそらくワープを警戒しながら中距離保ってました、ただきっちりと致命傷は避けながらお互いに付き合っている、うわー今の動きたまらずバーストじゃなかった、アサルト相打ちから発動、投げていく、あーダメだー煽りも決めていって煽りなのかこれはさあでこの状況あるんですか、さああるよと言っている下級直人、あもうと何か出てきてなかった、最終ラウンドでもバーストは抱えた状態、そうですね、かなり状況的には有利な状況なんで、そうですね、逆に荒くねがオーバードライブを打てる状況になる前にまずは何かを起こしておきたい、さあこの立ち入り顔だけでも結構楽にしてまいりますね、さあ絶妙なジャンプ D をうまく防止してダメージにはつながっていませんが、なかなかいい攻めをしてますね、さ一度発生をってうおーっとよく見ている。対空車激しいから、さあ中央に逃がさない。いやー、楽インはストとしたが、逆に立ち回りから始まっているので、まだまだ、まあ、捕まるまではそうですね、だいぶ時間を稼ぎました。といった間に最速で捕まって、いやでもだいぶ時間がかかる。そうですね、消費しましたぐらい回って、ボタンを押さない。さあどうだどうだどうだ、着地を取りたい。クルセダーラピッキャンセルする。うわー、吸われて吸われて、ラクインゲージ、しかも追尾切りがついて、うわー、どうする、投げたバーソ走って、うおー届かず、うわーなるほど。あえええ、さあこれはモスラが、うわあうますぎる。なるほど、まさかの、いや見せていきます。ベルアラクね、思わずガッツポーズ。これ大丈夫ですか、大丈夫ですか、これ大丈夫ですか、大丈夫ですか。さあというわけで勝利したのはベルアラクね、おめでとうございます。見せていただきました。さあというわけで、今2回戦の第1試合が、終わったばかりではございますが、こちらですね、一つ、皆様にお見せいただきたい、いやお見せしたい映像ございますので、こちらをまずはご覧いただきたいと思います。お願いいたします。はい、というわけで、マッドキャッツさんの PV でした。今回スポンサーとして、協賛いただいておりますマッドキャッツさん、ちなみに今回のイベントのレバー自体も、はい、マッドキャッツさんのものを使っているそうで、まあ、先週のどうでしょう、南君はあれを触った感じとして。あ、まずびっくりしたのは重量感ありますね。あ、でもやっぱ大事ですよね、ここをガチャガチャガチャ振る、はい、重いの大事ですよね。まあ、自分なんかその結構力入れちゃうプレイヤーなんで、まあ、ああいうその安心感というか、はい、まあ、ボタンもあの6個じゃなくて8個ついてますし、うん、かなり使用感としては、まあ、使いやすかったかなと。そうですね、まあ、自分もそっちでまだ触ってはいないんですけども、はい、あのゲームセンターと全く遜色ないような、違和感ないようなという感じのレバーですね。さあこの後もですね、あのこういった物販も2時半から、始まる予定となっておりますので、この後もちょいちょいね、こういったのスポンサーの方々の、PV など流させていただきますので、よろしくお願いいたします。ところで柿内さんどこ行ったの。あれいい例じゃないですか、ね、あ、そうです。お花を摘みね、お花を摘みっていうと、なるほど、わかりました。はい、ではそのまま試合続けていきましょうか。はい、それでは、2回戦第2試合が、さきさんのマイとモキモキさんのレリウスですね。では両名ご着席をお願いいたします。いや、マイレリウスなんて見たことないよね。そうですね、自分 そもそも一応その、まあね、はい、あの解説で呼ばれたということで、それなりに調べてはきましたけど、はい、この組み合わせは本当に一度も見たことないレベルなので。そうですよね。はい。新キャラクターの前、もちろん使用している人口はやっぱり新キャラなので、はい、たくさんいるとは思いますけども、このレベルで前を動かしているこのプレイヤーもなかなかいないとは思いますし、はい、さあモケモケさんは果たして前は対戦経験はそれなりにあるんでしょうか。さあ何かキャラセル前から読み合っている。おそらく展開的には、舞が遠距離の D ボタンを投げる際に、レギヌスがそれを耐えられるイグニスの攻撃が結構多いので、飛び道具体制ありますし、槍を投げながらチクチク遠距離牽制というよりは、殴り合いになるんじゃないかな。おそらくそんな、おそらくそのレギヌスが接近のためのイグニスの攻撃を舞が何でさばくのかってことですね。多分触った後はもうどちらも激しい攻めが、はい、しかも切り返し自体もお互い決して強いかどうかと言われると、選択肢は少なめのキャラではありますので、お互いの攻めをどうしのぐかというところもかなりポイントかな。そうですね、焦点になるかなとは。さあというわけで始めていただきましょう。さあ 1P 側モケモケレディース、 2P 側先前。さあ開幕から立ち絵し、そうですね、初手から5番手投げクースが即バースト。さあ姫ゆり通してすかしぐらいも地味にガード、バースト。さあお互いにやはり予想通りどつき合いになってますね。喧嘩です。 2B がカウンターして、さあああいう力もきっちりしのいでいる。対空はうまくずらして、さあ中段通る。さあモケモケさん前の集団派生にだいぶ戸惑ってるようですね。さあうまく一応入れ替えたんですが、さあうまくイグニスをペチッと叩いて消していく。バルドゥースに 5B すごい。そして割れて、さあ姫より先端ガード時だけガードクラッシュ効果を持っておりますね。さあここは冷静にコンボに行って先前にいい動きしてますね。かなりなんかレギヌスに慣れていますね。そうですね、多分他のキャラでの経験が前に生きているのかなとおそらく思いますが、いや今は聞かなかったね。そしてさあ対するモケモケレギヌス、前の攻めになかなか困っているご様子。回収して上から石が入れ替わって、さあ人形を回収してバックステップ、うまく食らい逃げ、いや繋いだ。さあレディウスのターン続く、またもバルトゥース、きっちりガード。さあ回収していく、丁寧にガードして、いやー飛びくくった、うまいですねああいう判断。飛び込んでいく。いやーさっきあれですね、レディウスの飛びに対しての対空判断で、ボタンを押すだけじゃなくて、自分も飛んだりくぐったりというところが早いですね。ここはさすがですね。一つの強い技に頼るんじゃなくて、うまく散りばめてる状態なんで。そうですね。さあとは言ったものの、バースト警戒か、なるほど。さあここで大事を取ってバーストを打たれないようにノックしてもしもしという感じで奪っていきました。 1-1。 さあ最終ラウンド。さあどうやらこのしゃがみ C が中距離対空での要となるようですね、前側は。さあすごいぞ、言うて空振ったら結構隙はでかかったとは思うんですけども、当てていきますね。さあ2段目がヒットするとかなり有利フレームが取れるので、さあ6でしっかりガード。さあここから回収して、ここを抜けたか。いや初手の紫だけなかなかあれ当たりますよね、基本結構仕込んじゃうところなんで、よくあそこを抜きました先前。そしてすかし下段からしゃがみS等でもいいダメージといいダウンの形取りました。バルガントから遠距離どうだ、まださあ表だった。うわー投げている、なんだぞ。ちなみに今の投げはガーキャンモレ、おそらくそうですね、カウンターアサルト仕込み投げみたいな、仕込み前投げみたいな感じですかね。あらまあ前か後ろで判断しやすいですからね。いやー今のはもつれを制して美味しい展開拾ってきました。先前がまずは1勝というか先制ですね。さあ続きまして第2試合いきましょう。そろそろお互いに前とレイウス、そして先モケモケの動きに馴染んできたんじゃないでしょうか。それを受けて動きを切り替えていくでありましょう。この第2試合橋ダウン取りたいバーストから、さあそしてこの CCA の中段は初めは食らっておりましたが、おそらく試合の中で冷静にガードするようになってきましたね。いや姫ゆいで強気に踏み込んでいく。さあここでスーアン逃げ、先ほども使ってましたが非常にあれ便利ですね。そうですね、あれはもう位置を入れ替えたり奇襲するときに ABC で角度が違うので、さあしっかり攻め継続をバディジャンプして、そうですね。さあカウンターアサルトからしゃがみ A で1回つかしてから殴って、アサルトも読んでいる。さあ先までここでリーチかけていきます。早いですね、こうやって見ると。そうですね、ものすごく、とっさのアサルトに対してもお互いにすごい警戒を混ぜているにもかかわらず、それを当てるところも素晴らしかったですが、最後の最後でそこに読み合いに読み勝った先選手が先に、あ、なるほど、前は空振りでも派生が出るところを生かして、ああいったバックステップやレドリーみたいな技にもレンドキャンセルの派生で潰すということですね。いやー、これはなかなかいい対策ですね。さあこれが噂のカウンターでも追撃ができるジャンプシー、そしてまだ残っているが、さあ老快なケア、アフターケアもバッチリ勝利したのは先前。さあこれでコンボむずいと、確かにそうですね、非常にコンボパーツも幅広そうで楽しいけど、コンボ難しそうですね。そうですね。さあという感じの先前がここで勝利しまして、ベスト4に進出です。おめでとうございます。さあではお次の試合に進んでいきましょう。では2回戦第3試合はゆった人対ふみ9ですね。ゆったくんとふみさん来てますね。ではどうぞお願いいたします。多分ここも秋葉で結構やってる系の組み合わせじゃないですか。これはどうなんですか、石田さんも多分結構見てる。いや自分は意外と見たことないですよね、この組み合わせ。あでも確かに2人が勝ちってるとこあんまり見たことないような。そうですね。さあお互いどうなんでしょうね、このカード自体もそもそも相性とか組み合わせとかも分かんないですよね。そうですね、大会だと結構どっちもどっちで勝ち負けはぶれてる感じですよね。さあボタンセッティングやっていただきまして、さあちなみに今ベスト4に進出を決めているプレイヤーはベルアラクネ、サキマイという形になっておりまして、スタンダードキャラは今、ユッタジンと、ロニッタセリカも比較的今スタンダード、そうですね、寄りのキャラスタンダード寄りだと思いますという感じになってます。右側にスタンダードキャラが並ぶ形になってますね。前もスタンダードなのかもしれませんが、新キャラ枠というところで今日は扱いましょう。さあメインメニューには戻らないでくださいよ。じゃあこの試合はゆったくんがいるので、ハキムさんに実況をお願いしようかなと。お願いします。わかりました。そうですね、私もちょっと人対9はなかなか見る機会がなくてですね、ゆったの9戦がどれほどのもんなのかっていうのはちょっと未知数的なところがあるんですけども、ガードの硬さはもう折り紙付きなんで、そこを踏まえてさっきの天地戦みたいなフミナインがね、崩しのバリエーションを増やしてくるかというところだと思います。いくら君サイトが強いからといっても、このレベルのプレイヤーになると一工夫しないと崩れないと思うんで。そうですね、当たってくれないんで、さあ 1P 側ユッタジン、 2P 側フミナインです。ここは 4A に OD 合わせていったが前ない空対空、しっかりカウンターから拾ってきます。ダウンを取ってレイダー締めから、さあしっかりクンサイドも見つけて、ここはやっぱり素直なクンサイドは立ってきますが、多分この中間距離の方が逆になんか読み合いが多そうですね。そうですね、さあこれはなんかいろいろあっていろいろあったが、とりあえずクンサイドが当たったのは分かった。そしてアズライトインフェルノとまず1本先取したのはフミナイン。やはり端に追い詰められてしまうと、いくら昇竜系というか無敵技の切り返しがあるキャラといえども、歴史を等々あったとしても、そもそも当たらない位置からのそうですね中断なので、アメーハージを追い込んで、そうですね、2A対空からいいダメージ持っていってます。逆にナインは今ストックがない状態だと切り返し技が出せない、状態となっておりますので、ここは9は今防御手段がほぼない状態です。つながっている前、つながってんのかいるから、ここはうまいですね、牽制からしっかりリターンとダウンを取ってくる。出してくるが、ここは前、おバース打ってきました。端から逃がさないマン、レイダーラピキャンカーの投げは抜ける、うまい。さあ某プレイヤーを彷彿させる 6C が炸裂しまして、ここは下段です。さあナインが追い上げる、ここはどうする、普通に来るのか、押せ切ってくる、これは厳しい。バーストギリギリ間に合いました。あっと下で妖精さんに引っかかってしまいましたね。まず先制したのはフミナイン。あれでもその通常技空振らせて軍サイド打ってますけど、あれ見ちゃいますね。見ちゃいますね。あって思ったらもう上からもボーンってくるみたいな感じで。さあ2Aからしっかりコンボ、ここですね。普通にレーダーできます。 OD ここは普通に素直に読み合っていきました。 A 対 EA でこれです。この技が、ストック下のね、ゲージの上にあるストックのところに何も魔法がないとそもそもあの技自体が出せないという。モーメントロはスカル、しかししゃがみくらいのコンボも当たらず、ああ 4A 早い、位置入れ替えて、あこれはミスターがタッチして外だ、あなんかいろいろあったよ今いろいろありましたよね。なんかそしてここで普通の中段が当たりましたね。まあ、一周回ってというところなんでしょうか。1本選手したのは踏みない。さあこれは 2A 対空を潰す形になった。さあ9のね空中のワープに関しては、低空だった場合は低姿勢のしゃがみ絵ですとかそういう対空は結構有効ではあるんですけどもというところですね。さあおっとさあレイダーをガードして、ここは熱波をダメージアップさせていく。空対空、さあ空対空といえばまあナインも強いんですけど、ジンも負けてはいません。投げは抜ける。さあジャンプ B がダッシュにかみ合った。4A からタッチ C かなんかが当たったか。ここはレイダーで締めます。でウバロ出していきますが、ここはしのいでいきますね。タッチ C さっきから牽制からしっかりリターン取っていくのがうまい。さあジン苦しい状況、俺は攻めあぐねている。しゃがみ C 対空、さあこれはどうなんだ、いけるのか、完走すれば倒し切っていく。素晴らしい判断、ゲージ 100% 使って11でファイナルラウンド。空対空、裏に回りつつの立ち火対空だが、立ち火拾いでちょっと見せてしまった。リターンが取れない。今の一生懸命直側からなんか確定してるように一瞬見えましたけど、どうなんでしょうか。あれは距離が近いと確定です、ね、確定ですか、はい、さあ 6C 見るとちょっと笑ってしまうんですけどまあ理由はともかくとしてですね、これですね、このサッカー単発というか中間距離がその牽制先端からしっかりリターン取っていくのがうまいなという印象を踏みない。ここはレヒョウ、ああなるほど。そしてここはラピキャンで潰していきます。2連走ラピキャン、空対空、陣強い。ここは拾える。さあどうなんだ、まださすがに残るか。この後下段はガード、 6D もガード、空対空、空対空、うー危ない危ない、届かなくて、はいネイビーはガード、それでも一生懸命打ちますね。これは緊張感ある。どうするどうする、すごい力当たった。スーパー吹雪が来ましたね。勝利したのはゆったじんで、これで1-1ですね。今日1-1ってそんなにないイメージですよね。なんかそうですね。確かいやドラ対ロニッタが1-1になったのと、あとは確かにあとはほぼ2-0ですね。割と2-0が今日多いイメージですよね。確かに。お互いにだいぶ手の内を探りつつというところで、そのまま次の次のというところの対応、みんな早いんですよね。ですよね、やっぱその辺の、引き出しの多さっていうのは、やっぱりそのやり込みによるものだと思うんですけどね、これ通らなかったらすぐこれみたいな感じで、そうですね、それであれですね、ラウンド的には結構 1-1 は多いんですけども、オーバードライブの運用とかもありまして、試合の2先では、このまま 2-0 っていう展開、このところは多いですね。ですね、今回は非常に接戦となっているこの試合です。さあしかしここで初めて9の切り返しにリスクを与えてきました。ジャニシーカウンターバースト打っていきますのは9。アメジストにしろウバロンにしろ、当てるのが本命というよりも相手を動かすために、打ってる感じはありますが、ここはしっかりガード、さあ対応してきているのはユッタか。下段から安定コンボを入れていく。斬撃はしっかりガード。さあここで対空が刺さって、ここ怖いですよ。普通に来た連想刺さるが、おっとダッシュだけダッシュだけダッシュだけですよ。しかししゃがみくらいに今回はしっかりログビーからの膝戦決めていきます。さあゆったが1本先取して先にリーチ、下段が通る6A、 小説は直撃している 6A もガードをしっかりガードしている。さあこれは 2C だか 3C のスカに、おおなんかいろいろあったぞ。 3C おそこに引っかかるディレイに A が動こうとした9に当たって、さあこれはもう完全に1試合目のこのこれまでの試合のね、防御の仕方を逆手に取っている感じ。これはバケタっぽいですね。しゃがみエーカーの低空膝撃ミスカーと衝撃がガード、そしてここでしっかり位置入れ替えてきますが、クンツサイトは当たったがコンボミス。さあちょっとわからなかったけどジャンシーカウンター9のゲージはいっぱいある。しゃがし対空のスカに差し込んで、さあここが最後の読み合いになるか。ウバロしっかり抜ける。オキロクシーレイダーはノーキャン対空、さあ倒しきっていく。素晴らしい。どちらもやっぱりコンボ、ここぞというところのコンボしっかり決めていきます。 1-1 でファイナルラウンド。これ緊張感ありますよ、この遠距離。ネイビーはガード、先に動くのはおっと渋い当てで飛翔剣を跳ね返していく。危うくちょっと別ゲーの技を言いそうになりましたけどさあ失礼しました。さあ動かない試合、ここでジャンビーカウンター狙いすましてますね。今のはちょっとセッカーが出なかったが 2C にあれがスカルが、さあ今の 6C はやりにいったと思うんですけどステップにかみ合わない。妖精さん裏です。裏中段からさあセットプレーに行く。ターフェダ置き攻めレイダーが当たってアメジスト、さあ最後の最後でクンツァイト勝利したのはフミナイン。準決勝進出です。おめでとうございます。はいというわけで勝利したのはフミナイン、今2回戦第3試合終わりました。さあここでですねまたちょっとだけ、CM といいますか、宣伝をさせてください。今回ですね、主催といいますか、協賛いただいているところの一つとして、角川さんがありまして、その中で今回ですね、今このストリアのフロム内に色香を展示してもらっています。で、その角川ドラゴンブック編集部より、先日ブレイブルーの単行本の新刊が発売されたので、その内容を紹介したいと思います。はい。というわけで、まずは1個目、開きましたね。ブレイブルー、スパイラルシフト、標準の英雄。ちなみに、ブレイブルーの史上最大のタブー、怒りがない視点を描く最新、小説が降臨。ジンクセラギが歴史の闇と対立するとき、新たな真実の扉が開かれる。小説単行本、ブレイブルースパイラルシフト、標準の英雄、角川より好評発売中。恥ずかしいですね、読むの。ちょっと。でも、そう、あれですね。この、やっぱりみんな気になる、このジンの腕。なんでジンがこんなに腕が太いのか、その理由もこの中にあるらしいですよ。あ、そうなんだ。らしいですよ。なんか別になんかこれ作画崩壊とかじゃなくて、まあちゃんとその話の内容で理由があるんですね。まあなんかそこまで深い理由だからわかんないですけど、ちゃんと。あそこにもうすでにお持ちの方がいらっしゃいますね。だからあなた持ってないけど。というわけで、まずは好評発売中の、ブレイブルースパイラルシフト小説の、やつですね。そして続きまして、バリアブルハートもお願いします。はい、これですね、先日新宿スポーツさんの本館で発売記念のイベントやらせてもらいました、今度は漫画です、ブレイブルーバリアブルハート、ブレイブルーセントラルフィクションにも参戦を果たしたマイナー2名の新たな冒険、怒りが内戦直後の激闘する歴史の中で前の槍が正義を貫くコミック、ブレイブルーバリアブルハート、月刊ドラゴンエイジンで好評連載中、単行本1巻もドラゴンコミックスより好評発売中と。というわけで、前の槍が正義を貫くと。持ってるよアピールがすごいですね、あそこの女性陣は。いや、素晴らしいですね。ファンの鏡ですよね。素晴らしいですね。もう、やっぱりあれですよね、格ゲーとしてブレイブルー好きな人と、こういう原作とかストーリーとか好きな人、まあ両方好きな人もいますけどね、やっぱりいろんな人たちがこのブレイブルーを愛してるんだなっていうのが実感できるメディアミックスの、さあ、この2作品目。まあ、しかも、前はもともとこの漫画の作品のキャラクターで、後からブレイブルーの、まあ、メインというかこの格闘ゲームでプレイヤブルかという流れになっておりますしね。そうですよね。まあ結構ナオトとかも他の作品というかメディアミックスからの参戦ですし、こういうところでどんどんいろんなところと絡んできてるなというのが楽しみですね。ので多分前も今これブレイブルーハート1巻が発売しましたが、まあ、このまま皆さんがどんどん応援をご購入を続けていけば多分どんどん次が出てくると思いますので、ぜひとも皆さんご購入いただければと思います。そして3つ目、これは懐かしのスライドです。お願いします。懐かしいですよね。懐かしいよ、これ。いや、これ、もう、いつですかね。これ、今の人分かるのかな。ちなみに、これ知ってる人います？手を挙げて、手を挙げて。あ、鏡、ああ、手前の男性の方も。あ、少ないですね。やっぱこれ。あ、いた。でも、ほんの数人の選ばれしか知り得ない。まあ、ブレイブルーではないですからね。ギルティギアゼクスの小説でございます。名作と名高いギルティギアゼクスのノベライズが電子書籍で復刻。電子書籍版ファミ通文庫ギルティギアゼクス白銀の陣雷、胡蝶と疾風ブックウォーカーにて好評配信中。 Amazon Kindle ほか電子書籍ストアで12月30日より順次配信予定となっております。さあというわけで、もうあれですよね、僕たちはもう昔まだ本屋さんに並んでましたもんね。そうですね。白銀の陣雷が甲斐の小説で、胡蝶と疾風がチップが主人公というね、当時にしては結構珍しい感じの作品だったので、すごい印象深いですね。でこちらの作品は電子書籍での復刻となっておりまして、で今これ以外の2作品、スパイラルシフトとバリアブルハートはそちらの方に今角川さんがその中の一部を、まあ、色香というものを出していただきますので。ちなみに色香って何なんですか？あんま聞き覚えないっていうか、さっきね教わったんですけどね、稲垣さんがもう俺に喋らせろと、お前らいい加減にしろと、素人は黙ってろという感じで。すみません、とんでもないです。じゃあお願いします。むしろぜひ、じゃあ色香の説明だけ、あそこだけでいいですか？自己紹介と色香の説明で。はい、ドラゴンブック編集部稲垣です。はい、色香というのはですね、まあ本の印刷用に入る直前に印刷所からこういう感じの色味ですりますけどいいですかって確認で来るものですね。はい、なので色の香ということで色香です。はい。でまあ正直ファンの皆さんの目に触れるのはなかなかないんですけれども、こういう機会にお貸していただいて本当にありがとうございます。実はそうですね、相当レアリティの高いものなんですね。あれってあれなんですか、写メとか撮っちゃっても大丈夫なんですか？大丈夫なんですか？じゃあぜひ記念撮影とかもね、なかなかない機会ですし。はい、というわけでこちらが角川ドラゴンブック編集部様の3点の宣伝でございました。お、じゃあそうですね、もともと予定しておりました時刻になってますので、マッドキャットさんの物販も今、始まってますかね？始まってる？いや、微妙なライン。まだーみたいな。これから、もうすぐ、ってですね。もうすぐ。30分から、じゃあ間もなくですね。30分間。販売が30分間。あ、つまり時間限定の超短いな。今この場にいる人しか買えないという。へえ。まああれですね、先ほどちょいちょいとお話はいたしましたが、マッドキャッツさんのアーケードコントローラーやヘッドセットを、そして先ほど試合で選手が使っているアケコン T2 ですかね、こちらとサンマ電子様の方からこの福袋、ブレイブルーのキャラクターのとかが入ったようなボタンとか、そういったグッズがランダムで何種類かあるらしいんですけど、相当お得なセットらしいですよ。福袋3000でしたっけ？福袋いくらでしたっけ？福袋はおいくらでした？3000円でこんないいんすかみたいなのがあるらしいですので、それがまもなく物販が30分間限定のショップがねできるらしいので、ぜひ皆さんここはちらっと見て、ぜひともね、おこれだっていうのがあったら買っていただきたいなというのもございますね。がまもなく開始という形ですね。はい、ありがとうございます。というわけでね、こちらの物販もこれから始まります。ちなみにストリアまだまだいけますよ、まだ人入りますよ。今結構さっきはちらほらとね、なんかピザとかお酒飲んでる人いて超羨ましいんですよ。そうなんですよ。結構ご飯とかもね食べてる人もいたりして、メーカー勢がちょっと何なんですかね。あれノンアルコールですよ、さすがに。酒。あ、もうインしてますよ。我々もちょっとこれ。アークの皆様すでにアルインしてますよ、アルイン。あ、いやいやいや、いや請求したみたい、なんかすいませんすいません、なんか。あ、マジですか。わかりました。私は全力で乗っかっていくんで、ここで。今日今お仕事中じゃないんでね。はい。というわけで、まあね、進行の都合もありますので、ではこの辺りそろそろ次の試合に移って大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい。はい。では2回戦最後の試合になりますね。こちらが鉄尾レイチェル対ロニッタセリカの両名でございますね。さあ、それではお待たせしました。こちらの方にお願いします。いや、これはお酒飲みたいでしょ。この試合、この2人の試合はお酒飲んで観戦するべきでしょみたいな。いや、いいんすか？ありがとうございます。配信やってる我々がアルコールを飲んでいいと。お酒を飲みながら。あちなみにお酒は平気な方。普通私はなんか飲んだりしたらでかい大会の時にむしろ最初に景気づけ飲んでやってましたね。はい、過去の大会は出させていただいた。アルコール飲んで急に人格変わらなければいいんですけど。大丈夫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 、いつも通りです。あ、なるほど。それなら別にいいんですけどね。いや、緩いですね。そうですね、かなり。なんていうか、協賛いただいてるバックの方々とか、そのメーカーさんとかがすごい大きい大規模なイベントにもかかわらず、こんな配信マイク持ってる我々が許していいのかなっていう心配をちょっと若干さっきから思ってるんですけど。いや、でもやっぱりストーリアさんに全力で。あとそうですね、ストーリアさんの飲食とかもね、さっきもお茶もいただいてますし、無料でもらうわけじゃないんで、ここは全力で経済回していきましょう。そうですね。さあ、というわけでそろそろ試合の方も見ていきますが、さあ今回は鉄尾レイチェル対ロニッタセリカですが、さあこの組み合わせいかがでございましょう。この組み合わせはさっきの羽沢の試合と同じで、はい、切り返し技でセリカアッパーがあるんですけど、はい、多分1ブレから無敵ではないアーマー技なんで、はい、はい、一度捕まってしまうとかなり厳しい組み合わせなんで、なるほど。いかに立ち回りで球を飛び道具を飛ばして制圧しながら攻め落とせるかなってところになるんじゃないですかね。なるほど。でかなりもう昔からお互い仲のいいキーホールしてるプレイヤーなんで、そうですね、もう手の打ちようも全部知ってると思うので。なるほど。さあ、というわけで見ていきましょう。鉄尾レイチェル対ロニッタセリカです。さあ、というわけで、今回はレイチェル対セリカとなっております。さあ、セリカは非常にレイチェルに対して触るきっかけ作るのが難しそうですが、ワンチャンスきっかけを作っていきたい。そして端に持っていくところ。さあ、空振りを逃さない、きっちりと位置を入れ替えて画面端。そうですね、セリカ飛び道具すごい強くなってるんですけど、やっぱレイチェルはそもそも飛び道具というかそういうののスペシャリストなんで、まあその強化にはかみ合わないのと、やっぱ体がセリカのミネルヴァの分も背負ってるんで、かなり暗い判定がでかいんですよね。レイチェルも結構服にも神経通したりするんですけど、はい、なんでいろいろ技が引っかかりやすくて、何かとやっぱり攻めレイチェルに触られると抜けづらいみたいなところがやっぱあると思います。はははは。さあお互いいろんな余命があったようですが、一気に下がってテンペスダリア、さあ風を回収しに行ったか鉄を一気にかっこんでいく。ペチペチして補正を切った。今から行きますよみたいな感じの雰囲気出していきましたけど、あそこまで露骨にやられるとちょっと逆に回すだけになっちゃいます。そうですね、おそらく身内読みとかもありきの手段だとは思うんですが、さあミスは逃さない、きっちりと、上がしっかり出て、いやよく見てますね。両者さりげなく押してますけど、めちゃくちゃ上の反応早いですよね。そうですね、これだけ激しくいろんな飛び道具が飛び交うこの戦線の中で、今回の動きはジャストで捉えていきますね。さあゲオルグ13世がノーシノシと歩いてくるが、ここは働かない、しっかり引っ掛けてからのコンボ。さあこれからラインを入れ替えてロータスから繋がっている、全部繋がっている。これはいやさすがに技が、うわー今のはバリアか、それとも厳しいこの状況。いやー何も起こさない鉄雄。さあというわけで、まずは1試合目先制したのは鉄雄のレイチェル。あとあれですね、ゲオルグ13世が設置されちゃうと、上だけ見てればいい状態になっちゃうんで、なるほど、対空が早いんじゃないかなっていう。特に地上技で割りやすいキャラクターと割りにくいキャラクター結構ありますもんね。見てると露骨に割りにくそうに見えるんで、それも原因なのかなっていう。なるほど。さあ今のはさすがに、いや深い読み合いがあった。さあ老化な読み、そろそろ無理が。さあそしてついにチャンスをつかんだ空っぽのレイチェルにここで仕掛けていきたいが、なんとここも1入れ替えからの立ち演出とのコンボ。さあゲージを回収していく、中距離から逃がさない、いやうまく逃げていく、一気に前に進みたいセリカを阻むゲオルグ2つ、ゆっくりとゆっくりとゆっくりと前に進んで滑ってきました。アサルトも呼んでいる。いやージャンプソードはいいですね。アサルトも潰す、まさに全体をの攻め、これをどうしのぐろにいった。バックしての状況もそうですね、厳しめですね。いやでもこの細かい飛来心とか飛び道具の位置をうまく調整しながらじわじわと追い詰める、そうですね、ところがかなりいい動きしてるんですが、それに対してそれを抑える鉄の通常技、ここがセーフでしたね。いやーロータスギオルグ来ました。見えない位置からの放電、そうですね、おそらく反応して何かを狙ってたかもしれませんが、これはなかなか厳しい。たまらずバースト、いやー仕事するゲオルグ13世の勝利おめでとうございます。今の試合はあれですね、ゲオルグ13世が勝ったって感じでしたね。いや